日常運動の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのファミマベーカリープリンみたいなパンケーキを食べたいと思います。カスタードクリームとカラメルが入っているんですね。ではその中身は、やば、開けた瞬間にいいカスタードの香りがしてきた。本当にプリンみたいですね。ではその中身、中はこんな風になってます。やっぱりクリームなのでクリームとはちょっと違う気もしますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。チリとした食感のパンケーキ生地とカラメルはしっかり風味があって美味しかったんですが、カスタードが弱い気がしましたね。なのでプリンとは違うかなという気がしました。もうちょっとカスタードがないとプリンとは言えないと思いますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の天国でお会いしましょう。